どうも皆さんこんばんは、ポカリ田中です。今日はいつものシュールなギャグは封印して事件について詳しくお話ししますので、怖がりの方はチャンネル登録ボタンを押して概要欄の動画をご視聴ください。それではいきます。福島女性教員宅便槽内開始事件、まず簡単にご説明いたします。女性教員宅のポットン便所に若い男性が上半身裸になり丸まった状態で便槽内で死亡していたという事件。警察の見解では覗き目的で女性宅の便槽内に侵入して凍死および胸部循環障害と判断されました。皆さんも一度は聞いたことがあると思います。じゃあなぜ30年前の事件が今でも注目されるのか。それは不可解な点が多いからです。事件の詳細です。県の中央部にある都市郡山市から車で1時間ほどの阿武隈高地に位置する福島県田村郡宮古寺村の山間部の静かな村にある教員住宅で事件が起きました。公式な記録によれば1989年2月の28日午後5時10分、学校から仕事を終えて帰宅した女性教員は用を足そうとトイレに入ります。女性教員のトイレは汲み取り式和式便所、そして汚物を落とす穴を何気なく覗くと足か靴のようなものが見え、女性教員は慌てて教頭先生や他の男性教員を呼びました。そして他の教員たちが人の足のようなものを確認してから同僚の教員が午後18時頃に警察に通報。まず巡査が駆けつけ現場を確認しました。その時バキュームカー2台が到着していたという証言が残されています。このバキュームカーは遺体を出すために汚物を処理していたのでしょうか、それとも何か証拠を隠滅しておくためなのでしょうか、疑問が残ります。そして駐在署員から駆けつけた巡査は便槽の中に人がいることを確認して三春警察署へ通報し、署員と村の消防団員たちが到着します。だが問題はここから。便器の入り口も汲み取り口も狭く、どうやっても男性を出せなかったそうです。警察や消防団員たちは狭い便槽内にはまっている人をどうやっても引っ張り出すことができなかったため、重機で便槽を壊すことにしました。汲み取り口の周りを重機で掘り起こし、最終的に便槽を破壊してようやく引っ張り出すことに成功したのです。本当かどうかは不明ですが、この壊された便槽は亡くなった男性の父が復元し保存してあるとも言われています。そしてこの時の現場はひどく、警察や消防団員たちの足跡が多く残され、現場の証拠となる写真も撮っていませんでした。そのためここまでの事件概要は関係者の証言だけで、実際にどうなっていたのかは不明。警察官が複数いたのにもかかわらず証拠写真を残さない、こんなことがあり得るだろうか。その後中にいた人をようやく出しましたが、すでに死亡していることが判明。すでに死後硬直の始まっていた遺体は真冬というのに上半身裸で、着ていた上着を胸に抱えて膝を折り、靴を片方しか履かずに顔をやや左に傾けた状態で固まっていた。そして死因を調べるため検視へと回されることになるのですが、実はこの遺体発見されてすぐ検視される前と2度洗浄されています。当然遺体は汚れているでしょうし、人の心理としては洗うのは当然かもしれませんが、証拠までも流してしまったとも言えるかもしれません。実はこの男性の遺体そんなに汚れていなかったという話も残されています。便槽の中にはほとんど汚物がなく、警察が駆けつける前にバキュームカー2台が来ていたという情報もあり、果たして2度も洗浄する必要があるのだろうか。そして検視の結果、死因は小声圏胸部循環障害と判断された。つまり狭い場所で肺を圧迫され、さらに凍える気温のために凍死してしまったという見解である。死後硬直の状況から、しかも前の26日頃に死亡したものと判断されております。遺体の身元はすぐに判明しました。現場から10分ほどの村内に住む S さん26歳だった。覗き目的の不名誉な事故死として警察に処理されたこの事件だが、村内では当初から疑問の声が多く上がっていた。死亡した S さんは両親と祖母の4人暮らし、スポーツと音楽が好きな高青年として有名であり、明るく人望もあり、友人の結婚式では司会をよく頼まれ、村の村長選挙では応援演説を頼まれるほどの存在。そんな S さんが覗きをするために便槽に忍び込むとは考えられない。彼を知る誰もがそう話した。事件の第一発見者が犯人という定説もありますが、この事件の第一発見者である女性教員も疑わしいことはたくさんあります。実はこの女性は事件発覚の直前まで家を4日も留守にしていました。事件発生時期は2月の下旬、昭和生まれの人であればイメージしやすいと思いますが、トイレの電気も昔は今ほど明るくありません。つまり穴の中は夜であればそんなにはっきりは見えませんよね。汚物が落ちていく便器口の穴のサイズも直径20センチと言われており、よく見えなかったと言えます。そして女性教員はなぜすぐに警察に通報せず他の教員への報告を始めたのか。その後 S さんの知人たちは明るく人望もある S さんが便槽の中で覗きで死んだ変質者として、どうしても信じられなかった知人たちは他殺を疑い、警察への再調査
を求める署名活動をすると4000名以上の署名が集まったそうです。それをもって事件を担当した三春署へ改めて嘆願書を提出したのですが、結局再調査は行われないままこの事件は闇に葬られてしまいます。まず弁送内、実際に高青年で人望がある人が極悪な事件を起こしたことはよくあることで、そこまで不思議ではありません。しかしこの事件は覗き目的かどうかじゃなくて、どうやって弁送内に入ったのか、ここが疑惑を膨らませていく原因となっています。トイレ側の汚物を落とすための便器口は直径が約20センチほどの穴、外にある汲み取り口も直径が約36センチと狭い。日本人男性の身長別肩幅の平均値を見ると160センチの男性でも 36.9 センチ、170センチだと 39.8 センチなので、無理やりにでも入ることは難しいでしょう。仮に S さんが小柄であったとしても、女性教員宅の便装内に入るには非常にギリギリであることがわかります。しかし S さんはこの女性教員宅の便装内に侵入し死亡しています。そして上半身裸、当時の気温は 4.9 度、気温別の服装の目安をご紹介します。これを見ていただければわかると思いますが、かなり寒いです。汚れを気にして脱いだのであれば着替えを用意すると思います。事件当時雪も20センチほど積もっていたと言われており、そのような中で片足分の靴を忘れたまま歩く可能性は限りなく低いと言えるでしょう。仮に汚れを気にするのであれば両足分の靴を脱ぐべきだと思います。発見された車の鍵、 S さんの遺体が発見される前日、農協の駐車場で S さんの車が見つけられています。鍵が差しっぱなしの状態で、そして事件後の関係者の離職、検視を担当していた女性監察医は事件後30年以上勤めていた職場を突然辞めています。三春署の刑事などは事件後すぐに移動してしまい、この事件を知る者がいなくなってしまった。どうしても触れられたくない何かがあったのでしょうか。 S と女性教員の関係、まず女性教員には同僚の男性教員である婚約者がいました。 S さんはその男性教員と友達、そのことで知り合ったのかは不明ですが、割と深い関わりがあり、見知らぬ人だったわけではありませんでした。もっと気になる情報としては、そんな友達の婚約者である女性教員と S さんは実は体の関係があったと元村会議員の一人が証言しています。本当であればわざわざ便装に入るのかということです。そしていたずら電話被害、女性教員がいたずら電話で悩まされていた時、婚約者である男性教員と S さんが協力して警察に相談に行ったり犯人を探していた。このように女性教員と S さんはそれなりに密な関係、そして何らかの男女関係がなければいたずら電話程度でそこまで協力するとは思えなくもない。女性教員の婚約者、事件後この男性はなぜか女性教員との婚約を解消しています。 S さんと女性教員の関係がバレたから、それとも事件に何かしらの関わりがあったのでしょうか。再調査、悲しいことにこの国の警察の不祥事は昔も今もあまり変わりはありません。なぜ警察は再調査をしなかったのか、なぜ警察は4000名以上の署名を無視し事件性はない事故死であるとしたのでしょうか。何らかの大きな力が動いていたからとしか考えられないでしょう。ここまで S さんと関わる人物や事件当日までの流れを紹介してきましたが、やはり S さんが事故死であれ殺害であれ理由がいまいちはっきりしません。女性教員と体の関係があったのであれば覗きはする必要は感じられませんし、かえって目立つような殺し方をする必要性はあったのか、やはり疑問を感じる事件です。だからこそこの福島女性教員宅便装内開始事件は現在も未解決事件として今日まで真相究明を求める人が出てくるのではないでしょうか。長い時間ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。人間は善良なもの、基本的に都市がちゃんと機能していれば、でもその機能が失われ闇に投げ込まれると人間は恐怖に負けてルールなんてなくなる、エゴ丸出しになってしまいます。一つの部屋に二人以上の人間を閉じ込めれば結局殺し合ってしまう。人は恐怖にさらされるとどんなことでもする。人間は異常な生き物だからね。